ガクトのゲーム帰ってきた。ガメセンテル、はい、違うゲームで今回は行きたいと思いますので、じゃあちょっとね到着して、何がいい？結構いいかも。フリスビーこれ結構シンプルできついと思うんだな。え、矢印目がけてフリスビーを飛ばし犬にキャッチしてもらう。フリスビーの傾きが大切。A と B を押す。 B を押し続けてフリスビーを構える。こことか横向きの姿勢を保つ。こういうことか。こういうことか。フリスビーってこうやって飛ばすんだ。オーケー。円の真ん中の方がいい。ああ、オーケー。あれ。兄さんエスプレッソいりますか？うん。おーい。あ、うまい。これやばいな。ああ。オッケーこれ難しいあーギリギリですね。ほっ、あ、やべえ。あー、これやばいな。この競技苦手。え、あー、残念お兄さん、オレンジエリア一回行ってましたよね。これいいんじゃないですか。うまいかも、うまいかも。これいいんじゃないですか。うまいかも、うまいかも。おーい。お、黄色いエリア。ナイスキャッチ。おーい。ありがとうございます。これすっごい難しいよ。お、いった。いった、ナイス。おー、ナイス。お、いった。うまい。ナイス。ナイス。うまい。あー、曲がっちゃう。あー、でもいい、いい。これ黄色ゾーン？あ、いったー。もうちょっとでピンクゾーンだった。ピンクが100点かな。何なのこの指なんかドラゴンボールとか見たことある指が。何これ何こんなの面白い。あ、70、一緒じゃん。あ、兄さんだけ高い。当たり前だよ。あれ、バルーンを割ってキャッチに成功するとボーナス点を手に入れる。へえ。あ、ラッキー。ラッキーじゃねえよ。心の声が出ちゃった。お前悟られかお前は。あ、あれ、あ、そうか。見えないですかね。あ、違う、あの犬の方向投げなきゃいけないんだ。バルーンのこと意識しすぎた。はいからのボンミス、完全なボンミスですね。またかよ。難しい。難しいな。どうしよう。チャンスですね。ひどいな。非常にチャンスです。おい。非常にチャンスです。これは。これはチャンスですね。これはひどいな。ちょっと。あれ。ああ、難しい。いった。おい、これはこれはだっておい、ありがとうございます。これは飛ばしたい方向に。すごいコツをつかみました。これひどいな。ちょっと順番変えようぜ。変えましょうか。うまい、うまい。ここで行きたい方向で話すんですね。これちょっと行きました。すごいよ、ぶっ飛びの点数を。ぶっ飛びだぜ。だから何だよそれ。だから届かない。ナイスナイス、うまい。ダッシュダッシュダッシュ。誰だよもう。ダッシュダッシュ。ありがとうございます。じゃあ違うゲームに。悪い。今日のガムセンテルはここまで。限定配信しているコンテンツ裏センテルや、プレゼントキャンペーン情報など知れば得する情報が、ここに。番組の公式サイトは右上のマークをクリックしたら見れます。ここね、はい。チャンネル登録をしてない人は画面の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかリクエストあったらコメントを書き込んでください。で、著名人、芸能人、成功された方、いろんな方、一緒にガムセンテル出たいぜと思ってる方、ここにコメント、もしくは事務所にも連絡ください。YouTube に直接連絡してもありです。まあ、あとは匠とかにね、呪いのハガキとか、そんなわけでもろもろよろしく。じゃあ。